た来た。マリックが来た。はい、今日も、楽しんでください。はい、いや失礼いたします。前回の無茶ぶり、無茶ぶり受けますよ。四季並みアスカラングレーとビオランテはお見事でございました。いやちょっと大変すごかったですね。始まりましたね。アスカは無事に帰ってまいりました。あ、帰ってました。はい、帰ってきてました。帰ってきました。あ、よかった。本当に二度と持ってこないと。ハマる子がいるとは思わなかったね。いや好きな人集めますからね。でもさゆりさん、見たことないもの持ってきても、はい、まあお手軽ですね。だから私、ね、分かったことがあるんですよ、うん、私前回ポケモンカードを持ってきて、うん、全然ダメだったんですよ。ポケモンカードは我々の惨敗でした。もう思いっきりやられたんですよ、うん、あれはもうマジックでもね、よく似たトランプがありますから、うん、そうなんですよ。っていうことでやっぱその一つは形状的なものと、うん、ユリが何か用意してくれたの？持ってきてます。実は今日これ考えて持ってきました。で前回の反省を生かしてちゃんと持ってきました、ね、なるほどね。傾向と対策を踏まえて、はい、いい加減ミスターマリックに参ったを言わせたいんです。そうです。あ、そういうことでね。そうなんです。言わせたいんです。でポケモンカードは手に馴染むものじゃないですか、うん、手に馴染むものを持ってくるとそれも余裕でアウトだったので、前回ハードル高くしてきたね。そう、それはもう2回目ですから、私たちも学習してますから、これであったらこう触りづらいしマジック作るのも難しいんじゃないかなって思うもの、あとまあ私が普段から好きなものなんですけど、そういうのを持ってきた。本当にガチです。僕も知らないです。僕も知らないです。一般の人が持ってくるならいいけども、マジシャンが持ってくる場合はちゃんと自分でもやれるぐらいのものを持ってくる。俺だったらこれやるよぐらいで、俺があできないって言われたら、それでいやいやこのぐらいのことできませんかいってちゃんと返してくれなきゃダメで、ね、そういうことは全然考えずに来てました今日。ただの一般の人です。すみません、ちょっともうちょっと一般の人、近所の子供がさ、はい、これでやっていいっていうのと一緒じゃないですか。いやでも前回は三四郎さんのフィギュアがあるんで、もうそっち考えると負けちゃうんで。なるほど。もうちょっとごめんなさい、ちょっと勝つつもりで今日はちょっと持ってきました。一、うん、まあね、回参った聞きたいもんね。はい、一回ぐらいは。いや本当にね、このチャンネル見てる方ね、はい、まあ、私は知ってると思ってる方もいるけど、うん、全く知りませんからね。本当に知らないですからね。本当に私今日来る間に考えました。今日どうしよう、いくつか決めたんですけど、この中からどれにするかをこれにしようと。本当に言わないから後からちょっと怒られるんですかね、僕ら。なんだあれは。なあなあでやってみたいな。ここだけはシビアに来てますからね。これガチです。はい、ということで、はい、じゃあ見せてください。はい、料理が用意しました。こちらです。でれれん。これチョコレート。チョコレートですよ。なるほど。だってたくさん買ってきたね。一つでいいんじゃないの。一つでも良かったんですけど、すぐ文句、うん、一応4つ持ってきて。なるほどね。これってだってずっと持ってると溶けたりするじゃないですか。そうかそうかそうか。つかみどころないかもしれない。つかみどころがないし、うん、しかも綺麗に割ったりもなかなかこう形も難しいし。あ、なるほどね。これ難しいんじゃない。今のチョコレートってこんな綺麗な柄でした。これは味違うでしょ、これ。違うのか。あ、でもこれ普通のミルクチョコレートですよ。本物のチョコレート。あ、これも一緒か。本物ですよ、これ。味が違う。これはちょっとあれだ、カカオが 50%。 そうなんですよ。ちょっとずつ違う。普通にコンビニで売ってるチョコレート、これ。これコンビニで売ってるチョコレートですよ。全然違う。あ、本当はロッテだ。ロッテ、なるほどね。いいとこついたかもしれない、ね、いいとこ攻めてますよね、これ、普通にこういうチョコレートのマジックあったんじゃない。なんか本当ですか。なんかこうチョコレートかけてどうなって。でも、これ仕掛けがない普通のチョコレートですから。普通にコンビニで買っていたチョコレートですから、もう食べた方がいいんじゃないの。あれ手ベタベタになりそうだな。何の回ですか、3人でチョコ食べるっていう。どれが好きかっていう。どれが好きかっていう。そうですね。いやすごいな。これ難しいなと思って。だから無理なら、無理とおっしゃっていただければ。これはもう正直本当に一切仕掛けがないチョコレートですから、マリックさんのマイットの一言で終わります。そうです。それでおしまいです。いいんですよ全然。もうそれだったらもうこの後、ね、食べ比べ会で、ね、今日はなんでもうそろそろ休んでもいいんですよ、マリックさん。もう今考えてるんだよ。怒られた。今パソコンで言えば検索中だから、検索中だよ。もうでも私たち3連敗してるからちょっと無気になっちゃって。私たちもね、ちょっとね、ちょっとちょっとね、負けられないんですよ。もう検索中ですよ、これ。負けたく
くないんですよね。もういや3つも持ってこられるとちょっと辛いよね。うん、うん、まあ、これ全部使えってことじゃないですか。一応チョコレートっていうので4種持ってきましたけど、もちろん1個だけでやってます。普通あのスリーカード持ってみたら普通3つじゃない、はい、普通3つで、はい、要するに見やすいじゃん、物がこう3つ置いた方が、うん、はいはいはい、そうでしょ、うん、これ一つこうやって余分にあるともう見づらくなるから、うん、こういうものはパッと消すんですよ。おーちょっと、すごいあの綺麗に収まりましたので。ちょうど一瞬で一瞬で一つ消されましたけど。一個消そんなのありっすか。これ一つこうやって余分にあるともう見づらくなるから、うん、こういうものはパッと消すんですよ。おちょっと、そんなのありなんすか。まず一つ消しましたね。あれ3つにさせられちゃったね。まずい、偶数で持ってきたのに。これで当てもんになるんです。面白いね。もう1個減らしてくれる。ちょっと全然準備してなかった今。あっという間でしたね。ね、構えてなかったらうちはね、うん。構えてなかった今。僕ら2人して今上。いや、これだけ大きいもの消すの大変ですよ。いや大変ですよこれ。これだけ大きい。ちゃんと中入ってますからね。入ってる。うん、あ、もう柔らかくなってないこれ。え？おおおおお。え？もうこれ溶けてないこれ。あれ溶けてますこれ。あ、もう。はい。え？ふにゃふにゃ。あ、柔らかい。あ、これ硬い。あれ？これは硬い。柔らかくなってますね。黄色だけがふにゃふにゃ。え、柔らかい。え、なんで？折りました？これ溶けてます絶対に。折れてない。え？中だけ溶けてるこれ。なんで？え、柔らかいですよ。あ、これ硬いわ。え？硬いっすよこれ硬いっすよ普通に。嘘、硬いんですよ。うわ、もう始まってる。もうやられてますよ完全に。硬いんですよ。で普通に指さしたのだけが実はパッケージが両面一緒っていうの知ってます？知らない。え、買った時気がつかない？気がつかない。この赤だけが裏も表も一緒っていう、はい、これはこういう柄で、はい、これはこういう柄で、はい、これだけが裏も表も一緒って。ちょっと待ってくださいよちょっと待ってください。もうどんどんもう3つやられてますよ。マジックすごい重い。3つなってますね。裏もこっちは普通に。これは違いますよ。ちょっと何なんですかそれ。裏がなくなったという。裏ないですね小ネタも挟んでくる。バンバン挟まってる。あ、あれも2個あぶちゃった。もう三四郎さんもうボコボコにやれてますよ。消すとき一回消すって言ってから、ね、消すって言ってからやってほしい。消すって言ってから消して。マジックってね、言っちゃダメなんですよ、先に現象言っちゃダメなんですよ。そうです。うん、もう2個じゃないですか。だってあっという間に2個で半分だよ。うーわ、私の冷蔵庫のところに飛んできましたからね。四つあったらいけると思ったんですけどね。ね。うわ、すごかったです。いやいいね。いや、めちゃくちゃすごい。なんかもう鮮やかにチョコレートのルーティンみたいになんか、ね、綺麗に出来上がっちゃってる。なんか私が準備して持ってきたみたいになってますよね。ね、中に入ってるのは、はい、入ってますよチョコレートは。買ってきましたもん。ちゃんと普通のチョコレートですよこれは。ちょっと出してみてください。本物。はい。こっちは、はい、開けます。こっちは、はい、入ってた？開けます。え？まだ入ってる。はい、出してみて。スーパーで買ってきたの私。普通にスーパーで買ってきましたから。美味しいですよ。こっちも出してみて。はい。こっちは真四郎さん3枚目消されてます3枚目消されてますよ。もうちょっと勘弁してくださいよ。真四郎さんがチョコ普通に開けてるから、そんなことやってるからこうなるんですよ。ちゃんと見といてくださいよ。もう本当に消す前に消すって言ってください。本当にこれだけは私は食べますからうわ、消したらダメだ。うーわー、もう完全にやられましたね。いや、 やっぱチョコレートは食べるもんですよ。消すもんじゃないですよ。ということでチョコレート4つ持ってきていただいたお金1個食べれますよこれ。最悪だ。あ、美味しいですねこれ。最悪ですね、ほんとコテンパンっすねえ、ガチだったんですよ今日。あ、本当ですか。ガチの値段だったんですよ。コテンパン、コテンパンですよ。ケチョンケチョン。いや、こういうものね、あの食べるものだから中あんまりいじれないですよね。いや、なるべくパッケージのままで何かやった方がいいなっていう。そっちを考えてなかったんですよ、パッケージだけで、うん、だソースも全部バラバラだし、パッケージで持ってかれると思ってなかったんですよ僕今日。いや、中ので何かやると思うと難しいですよこういうものは。ね、うわ
完璧でございます。マリコさん、はい、参りました。またもっと美味しいもの持ってきてください。これは美味しい。まあこれはこれでいただきました。ありがとうございます。素晴らしい。すごいな。おめでとうございます。ちょっともう言葉も出ないです。ここまでやれたら。すごい。てかこのままショーで使えそうなルーティンだったら普通にね。すごかったね。こっからいけるんだと思って。箱からいけるんだと思って。お見事。本当全部先手いかれてんだけど。ちなみにこれ、ま、待ってます、まだ。待ってます。これ、はい、どのタイミングで先々考えて今やられてたんですか。ガチなんですよね。本当に一切参照したのに言ってなかったですよ、チョコレートのことは。僕も知ってない。この大きさのものっていうのは、あのなんだろうね、いきなり消さないとあの驚かないんですよ。はあはあ、要するにお皿を消すっていうテクニックあるじゃん。あの CD、 なるほどなるほど、 CD を消すテクニックじゃない、はい、このままこうして、はあはあはい、ね、だからそれ基本の CD を消すっていうテクニックが、あ、これは今までこの大きさのもの何消したことあるかなと思ってスイッチ入ると、うんうん、一番近いのは CD、うんうん、ね、はい、ともういきなりここからこう入らないと絶対できないよね。ただここにポジションがこう滑るからこうダメでしたけど、こうやって消えたら完璧だろうね。こっちパスできるから。4個あるから4個使うっていうのはなかなかないですよ。3個っていうのはもう普通3個にするべきだね。カップエンドボールも3個でしょ。ダメです。3個持ってくると手順物ができたのね。そうですよ。でもやっぱり勝ちに消えますから今日は。4つも持ってきたらわけわかんないから、こう最後の中身だけが消えるって、落ちに向かってこういく順番もやりながらあれは組み立てていく。だって消し方が不思議になっていってますよね。多分はシルバーだからこれは綺麗に消えるだろうなと思ってね。ぶっつけですよ。だってぶっつけですよね。でもミステリーションかけないと見えちゃうからね、紙に包めばいいね、あのできると思うんだけども。怖いよな。いや半端ないっすね。一晩預けたらもうもっと仕上がってきちゃう。いやいや、もう一晩ダメなんですよ。絶対ダメなんです。それはね、一晩ダメ。今度はあれです、無茶ぶり物持ってくるんで目隠ししてやりましょう。目隠し。そうですよ。何を言い出すの。ハンデそれぐらいしなきゃいけないです。本当にハンデ。持ってきたもの以外何もないもんね。ハンカチで。ないですよ。ないですよ。マジシャンの底力っていうのは10歩の指でどこまで何かやるかっていうのをとことん研ぎ澄ましておくと、もう何もなくてもできるから、うんうんうん、ね、非常事態が起きた時に助かりますよ。そうですね。非常事態は物が届かなかったとかね、結構ありますから ね。もうマジシャンはまずこういうことができると不思議なことやる人にだんだんオーラが出てくるんですよ、うん、ね。ということで有利、我々だけじゃ勝てないんで、はい、勝てないですこれは。よければあの今後これ行ってみろっていう、うん、もし方いらっしゃったらお願いします。コメントください。私たちの代わりに、ね、本当に2対1じゃ勝てないんで。勝てない。 2万対1ぐらいでいきたいんで。ですね。ちょっとこれって人ね、もしいらっしゃったら2万7000人もいいですか。さ、そうです。一般公募でもいいですか、うん、こんなもので超越が見たいっていう方いたら、はい、ね、私コメントから拾わせていただいて、はい、いや、はい、でもコメントから拾っちゃうとダメなんで、私たちがそれ見てこっそり持ってこないですね。なるほどね。そうです。1日置くと終わりますから、はい、やっぱりこっそりそこから持ってくる。では一般公募を受けていただけますか、はい、皆さん。じゃあね、もう2人が持ってくるのはこんなもんしか持ってきませんから一般の人に聞いた方が面白いもできそうだね。助けてください、うん、お願いします。ではまたマリックさん、無茶ぶり、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。バイバイ。